南寄井駅は埼玉県大里郡寄居り町大あざ戸田にある東武鉄道東上本線の駅。駅番号は TJ35。副駅名は本田寄居前。開業は2020年であり、東武鉄道では2017年に開業した東武ワールドスクウェア駅以来、東上本線では2002年に開業した月の和駅以来の新駅。 自動車メーカーのホンダ研工業は2023年度をメドにや山市にあるや山工場を閉鎖し、よりい町にあるよりい工場に機能を集約、強化する方針を決めていたが、勤務する従業員らが増加することで、沿道の国道254号の渋滞悪化が見込まれ、課題となっていた。道路の混雑緩和や従業員のアクセス向上を目的として、 ホンダ技研工業が東武鉄道側に新駅の設置を要望し、同社が建設費用を全額負担する西岸駅として駅開設に至った。利用客として工場勤務者を想定しており、パークライドの促進も検討している。東武鉄道はより一の南側に位置する駅としてわかりやすく、また親しみを込めて南をひらがなで表記するとした。また、 同駅をホンダより井工場への最寄り駅として国内外のホンダ関係者が多く利用することから福駅名をホンダより井前とした。東上線系統で福駅名が付与されている駅の中で唯一公式の路線図や停車駅案内においても福駅名の兵器がなされている。四両編成に対応する長さ約九十メートルの短式ホーム一面一線を有する。 地区手上にある地上駅。改札、ホームは2階にあり、京上駅舎の3階から西側に隣接するホンダ、より工場へ向けて連絡通路が設置されている。エレベーターは地上2階3階を結んでおり、改札外トイレは3階の工場通用口横にある。2021年3月12日までは、運賃計算が特殊であったため、当駅から上り、 または下りに利用する方向により使用する自動改札機が異なっていたが、翌3月13日以降は改札機の区別がなくなっている。改札の近くには乗降者駅証明書発行機が設置されているが、2021年3月12日までは、ギップを利用して当駅から下り方向に乗車する場合、これを利用した上で係員に申し出て入場する必要があった。 2020年度の1日平均乗降人員は958人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。運賃計算は特例として開業から2021年3月12日までは、当駅の上り方からは東武竹沢駅まで、当駅の下り方からは小薄間駅までの運賃と同額とし、 池袋方面から東武竹沢駅まで、より方面から、小菅間駅までの乗車券でも当駅に乗降車可能となる措置をとっていた。駅前は、細い道路が一本あるのみで、住宅などはなく、東部による開発予定もない。道路を北に進むと、より町、富田の集落を経て、国道254号、埼玉県道30号反応より線に至る。 駅の東側には、よりカントリークラブの敷地が広がるが、クラブハウスからは離れており、最寄り駅とされていない。ありがとうございます。